久しぶり。変わったか。いやでも変わった。デビュー当時ぐらいですね今。モテるだろう最近。やだ狙ってんの？おうまいじゃん。おいしい。美味しいでしょ。ライトアップいろんなもの食えんだよ。100キロ。ちょっと上げてみようか。はい、上げて。ライズアップすっごいよ。ライズアップの始めるきっかけがもう痩せたらモテるんじゃないかって。美人に戻ってスタイルもなって、俺よりもできたらこれ最強じゃん。そう今狙い時ですよ。私お酒を飲んでたんです。毎日ということ。ストレスをためることが一番いけないと思うので、次のトレーニングで頑張りましょうって言ってくれて、そう、はあ、そう、うわーと思って。ライズアップのトレーナーは優秀だよ。乗せるのよ俺を。私も次ちょっとヒップアップしようかなと思ってるんで。100まで生きて100で水着着て海辺歩ってみるか。これすごいだろ。うっそ、キレッキレ。70歳で女型やろ。次はあなた。やっぱ人生ちょっと変わったかもしれない。無料カウンセリングへ。